今季なかなか A クラスに浮上できずに苦しんでいる読売ジャイアンツ。投手陣崩壊に野手の不振など様々な要因がありますが、状況だけ見ればこれまでに比べて未来が見えない状況のため、球団にとってもファンにとってもかなり苦しいシーズンになっているのは間違いないでしょう。さて、そんな巨人の不振にたびたびやり玉に挙げられるのが現監督の原辰徳監督です。今年3年契約の2年目で全権を任されている原監督ですが、そんな原監督がリストラさせられると噂になっています。果たして真相は。そこで今回は原監督リストラの可能性などについてご紹介していきます。5月15日現在、5位と低迷している原巨人。昨年は B クラスに低迷し、多くの課題を見つけた巨人ですが、今季の目標はもちろん優勝。その課題を潰すべくキャンプから取り組み、オープン戦でも一定の結果を残しましたが、シーズンに入るとなかなか結果を残せずにいます。連勝したりと良いニュースも入ってくるのですが、そこから連敗したりとなかなか波に乗れません。優勝47回、日本一22回と日本プロ野球記録を持つ日本最古のプロ野球チームであり、球界の名手とも呼ばれる読売ジャイアンツですが、見ての通り創設以来の危機に立たされています。巨人は2019年から原辰徳監督が3度目の監督に復帰し、初年度と2年目に V2 を達成。しかしその後はチームの弱体化が進み、昨年は戦術の通り落ちに落ち、屈辱の B クラス。今年もこのままいけば球団史上初となる同一監督の2年連続 B クラスも現実的です。記者によると、原監督は全権監督として補強や人事まで全ての指揮を取っているため、その責任は彼一人にあると言ってもいい。今季は3年契約の2年目ですが、 B クラスなら任期途中でも引責辞任は確実でしょうと原監督の責任について言及。リストラされる可能性も高いと見ているようです。原監督はプロ野球の監督には複数年契約などあってなきようなもの発言したことがあり、昨年も監督辞任を申し出ていました。ですが巨人側が頼み込んで原監督は監督を続行。しかし今季は戦術の通りチームが振るっておらず、挙句にはリストラ疑惑が出る始末。今季の原監督を見ていると、セカンドの経験がない松田宣浩選手をセカンドで守らせたり、投手を早々に見切ってつぎ込んだりと後のことを考えていない采配が目立ちます。不振の坂本選手の代わりに若手を起用したと思えば1日で見切りをつけたりと、若手の育成もうまくいっていません。その結果野手は高齢化しており、投手も疲労から怪我につながったりと悪循環に陥ってるようにも見えます。ただ仮に原監督がリストラとなると、気になるのは次期監督人事の行方ですよね。一体次期監督は誰になるのでしょうか。スポーツライターによれば、現在名前が挙がっているのは前監督の高橋由伸氏、阿部慎之助ヘッドコーチ、桑田真澄ファーム総監督、解説者の江川卓氏、中畑清氏ら。しかし歴史ある巨人軍は生え抜きしか監督になれないしきたりがあり、入団から指導者まで巨人一筋だった由伸氏、阿部コーチしか該当しませんと残しています。しかしこの二人には懸念材料が多くあります。由伸氏は3年間の監督時代で優勝ゼロ、 B クラス1回と堀内恒雄氏に並ぶ暗黒時代として有名。阿部コーチは前時代的な軍隊式の指導法が賛否を浴びており、科学的トレーニングが主流の現代には不適格だとの指摘が後を絶ちませんと記者は評しています。ただ高橋由伸監督は監督経験のないまま無理やり監督にさせられており、勉強不足だったのは否めません。現在外部から巨人をはじめ野球を見ているので、以前よりは監督として能力を発揮できる可能性もあります。ただ高橋由伸監督は FA をはじめ外部からの選手に頼らず、生え抜き選手の育成を頑張っている時期がありました。スタメンも投手も助っ人以外ほとんどが生え抜き選手となり、岡本選手や吉川選手も台頭、課題の生え抜き育成に貢献しましたが、原監督が就任してからは一気に FA で選手を獲得し、ほとんどが追いやられる形になってしまいました。
高橋由伸氏が再度監督に就任するとなれば、自分で蒔いた種を潰され、焼け野原にされた挙句返却されるようなもの。正直監督をやりたいとは言えないでしょう。誰になっても苦境が予想される次期監督。しかしある人物だけはこうした不安も払拭できる適性があるというのです。国民栄誉賞も獲得したゴジラこと松井秀喜です。彼は ON に次ぐ球団史に残るスターの上、温厚な人格者としても知られている。指導者としてもメジャーの名門ニューヨークヤンキースで GM 付け特別アドバイザーを務めているほか、 DeNA の臨時コーチで筒香嘉通を日本の4番に育てた実績がありますし、話題性、人望、指導力からこの上ない人物でしょう。ただ彼は引退直後から球団がコーチ監督のオファーを打診しても一度も首を縦に振っていません。生活拠点も NY にありますし、おそらくこのまま余生を過ごしたいのでしょう。現実的なのは阿部だけです。その阿部コーチも2019年に発足した第3次原政権が3年契約の満了とともに終了することを見越したものだったにもかかわらず就任していません。2021年に日本一奪回どころかリーグ3連覇を逃したにもかかわらず、原監督が3年契約を延長した背景には、阿部コーチが球団の設定する一軍監督の水準に達していなかったことが関係しているといいます。実は阿部コーチは二軍監督時に若手選手へのパワハラまがいの言動が週刊誌で報じられるなど、本社筋はその資質に疑問符を抱いているとも言われるからです。2022年からの3年間は次期監督候補一番手に猶予を与えるとともに、他の候補の見定めも進められています。球団は鍋常が実質的に支配しており、令和という新時代に乗り遅れていることは否めません。新時代を開拓した DeNA やオリックス、ロッテなどの球団がめきめきと結果を出し、現在の球界を牽引していると言っても過言ではありません。原監督批判というのはもちろんチームをここまで低迷させた責任というものがあるので、批判はあって当然でしょう。しかし一度は退任していた巨人軍監督を旧体制のしがらみで再度就任させられ、このような事態に陥っているのは言うまでもありません。結局のところ巨人の低迷は時代に適応できていないということほかなりません。そんな中、一部の読売関係者はこの古びた体制に限界を感じており、球団を一新させるためある名称を招致することに動いているようです。その人物とは WBC で侍ジャパンを優勝に導いた栗山英樹です。原監督と栗山氏は実婚で、原監督はキャスターだった。栗山氏をヘッドコーチに招聘しようとしたこともある。日ハムで暴行問題を起こした中田を巨人が取ったのも2人のホットラインがあったからこそ、巨人との縁深い人物であることが巨人版記者から語られています。原監督と巨人との3年契約は監督としての契約に限るものではない。監督を辞めても兼任している GM として球団に残れる栗山監督、原 GM 体制もありえます。それは建前上でも原監督をクビではなく役職を一部任せ、自身は GM 職に専念するという、これは決してリストラではないという建前もなせます。どう考えても現在の生え抜きの巨人関係者では、この B クラスに低迷した巨人軍を浮上させられる手腕のある人物はいません。これまで以上に難航している次期監督問題、果たして原監督はリストラとなるのか、そして球団は令和という時代を生き残れるのか、注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。